どうも、ロースビーフです。ということで、とりあえずまたコメントの方から、まず、吉田誠さん、ありがとうございます。10連1回でシュシュ、雷ガチャ10連、雷ガチャの10連で愛と。ああ、なるほど。ただ、クリスマスの、愛と相性がいい。なるほど。20連ぐらいしたっていうことなのか。だけど、それでね、今回のね、限定のね、てか新しいやつ出てきたってことは、相当な、運ですよね。非常にいいな。まあ、10連、行きたいな。ただ、10連は10連で怖いんだよな。ダメージがね、でかいですからね、50個。なんで、せめてね、初回25グリー、月に1回ぐらいあってもね、いいような、ね、感じはするんですけども、クリスマスの愛を持っているってことは、やっぱり相当、これ、ガチャ、ガチャ集がしますね。もうとんでもない。これからもね、頑張ってください。すごいな。で次、サトシさん、ありがとうございます。今、マターのフル覚醒中ということで、お、なるほど。マターね、物質なんですけども、SS、あれかな、リジネ。あれはね、かなり珍しいということで、だいぶ集めてる人がね、いるようですが、俺もね、別に集めてるわけではなかったんですけども、やっぱりね、時計、集めるとき、あそこを回ってるとね、結構ポン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 落ちたんでね、フル角まではいかないけど、おそらく4角ぐらいまではいくのかな。本当はね、角、フル角させたらね、他にもね、アンちゃんとかいますし、あの辺りでね、組ませればさらに、強くなるんで、今後おそらく物質っていうかね、今、少ない種族、もうね、増えてくると思うんで、少ないからっていうとね、集めないっていうのも、あるんでね、いいと思います。ありがとうございます。次、小松沙織さんかな、ありがとうございます。精霊の、エルカ大変だっていうことで、そうだなー、これがね、まあまあね、もう、ギリフェス終わっちゃいましたけども、大変ですよね。まあ、SS ですらね、やっぱ、S 本が11冊か、ギリフェス中。で、L に至ってはね、もう SS の本、もう SS に関してはね、S 本までだったら、今までね、魔導杯、で配ってましたから、あっちでね、プレボーにあるとかもあるんですけども、SS の本に関しては、配ったのはね、前回の魔導杯、まあ、ちょこちょこね、配ってはいますけども、ただ、1体、2体分、ぐらいだよね、おそらく。ガチャ回したりね、今回も、エリカとか、まあ、あと、五三家、もいるわけですから、そのあたりもフル格とか、レベルね、マックスにしようと思ったら、SS 足りないんだよな、本が。結局ね、他、時計も集めなきゃいけないし、で、他のもね、何モグラもやんなきゃいけないし、つう中で、まあ、どうしても回んなきゃいけないからね、大変なんですよね。まあ、このあたりもどうにかしてほしいとは思うんですけども、もう、泣きながら、やっていきましょう。とかもっと配布してくれっていう感じですけどね。ありがとうございます。ということで、この、小松さんは初めてかな、おそらく。なんでね、これからもね、コメントしていただければ、なるべくね、お返し、というか、必ずお返しするんで、どんどんね、コメントしていただければな、というふうに、思います。ということで、コメント、ありがとうございました。ということで、お知らせ、見ていきましょう。で、出ましたね。なんか、勇者ショコタン、導きの猫たちっていうことで、なんか、ショコタンが描いた、実際にこれショコタンが描いた、なのかな。なんか、ただ、上になんか、ボス戦についてなんか書いてありますね。本件につきまして、修正敵のスキル封印を繰り返し発動、が封印と毒を繰り返し発動に変わりました。とありますね。まあ、そのあたりはまあいいでしょう。これはね、5月15日まで、結構長いんでね、もうやっていきましょう。つったところかな。まあ、クリア報酬って言われてもね。なんかこの、ね、中級はなんかチョコレートのね、お化け。で、上級は、これちょっと可愛いな。キノコ持ってますけど。で、貪欲級、このクマは何なんだろう、デカ。で、これ、絶のこの、口にいみ、みゆ。これ、めちゃくちゃ可愛いですよね、これ。これは集めたいね、これ。可愛い。いいですね。リスなのかな？ザ・ミニマ王って言ってますけど。でも、例のごとくね、ステータスが書いてないということでね。非常にこれ、厄介ではあるんですけども。まあ、いいでしょう。で、これ、コラボガチャ、の、なんか、
あるっていうことで、まさかね、普通にイベントだけかと思ったらコラボガチャまでやるっていうことで、これちょっとね、非常に気になるところですけども、これちょっと、スルーはしなくていいや。で、魔導杯、もうあるって言ったところか。これを別にね、まあ、詳しくね、やってってもしょうがない気はするんですけども、で、まあ、例のごとく、なんだっけ、あ、リタ方式か。で、まあ、進化させてって、なんか、ショコタンがね、ギザ勇者ショコタンとかいうのになるらしいんで、これ、頑張りましょう。まあ、期間も長いんでね、まあ、時計先にやってもいいんじゃないのかな。これはこれでね、長いですし、まあ、いいでしょう。なんか噂だとなんか隠しクエストがまたあるらしいんですけども、わかったらね、またそこでお知らせ、ってか、したいと思います。ということで、もうガチャだな。まさかコラボ、ガチャまでやってくると思う。あ、なるほど、これ、こん中に入れてくるわけじゃないのか。この、なんだっけ、巨人、進撃の巨人みたいにこれ、分けてるわけか。まあ、こっちの方がね、絶対にこの新しいね、ショコタンのこの新しい画像っていうかの、精霊は手に入るから、確かに嬉しいには嬉しい。ということで、もうこれ一回引きますか。どうせなんで。もうどれが当たりかとかもう全然わかんないんですけども、もう引きましょう。なるべく強いのがいいな。で、可愛いのがいいな。赤。全然わかんない。これなんだろう、最低金は出てくるの？金は出てくるのかな？なんかちょっと、雑魚臭がする匂いがしますけども。大丈夫かな？ルイリー。中国系の子かな？リンポンがいますけども。5問連続でダメージアップ。非属性ダメージ。なるほど。アタッカーか。遅延とかがあればな。そっちが良かったけども。これ種族は親族。マジかよ、こんなんいるわけねえじゃん。いや、いるけども、これ組ませるの大変だな。なんだっけ？あれはね、あの時の、何でしたっけ？前のね、隠しクエストの女の子。あれと組ませる、あとイーシェンとかか。組ませる、スサッカーのね、隠しのあのコート。組ませる形なのかな。これなんかちょっと、大丈夫なのかな、これ。なんかすごい外れの匂いがする。まあいいでしょう。つうことで、まあ、ショコタンコラボ、やってまーす。つうのと、まあ、一回ガチャ引きました。つうぞ知らせ。でした。